忍が丘古墳は大阪府市場縄手市岡山にある古墳。形状は前方公園墳。大阪府指定史跡に指定されている。大阪府北東部、忍が丘丘丘陵の北西端に築造された古墳である。墳町にはお資料神社が鎮座し、これまでに墳丘は改変を受け石室も洞窟にあっているほか、1935年に、 発掘調査が実施されている。噴景は前方後円形で前方部を北方向に向ける。噴景は二段蓄成。噴景表面では主に公園部で円筒波庭が検出されているが、吹き石は認められていない。噴景周囲にはくびれ部付近で収講が認められる。主体部の埋葬施設は公園部中央における縦穴式石室で内部に 先竹形木管を据えたと見られる。洞窟のため副葬品の一部は失われているが、発掘調査では、送信具類、武器類、濃厚具類といった多様な副葬品が出土している。副葬品のうちでは特に、当時としては有力古墳にのみ認められる、小座根川戸地兜が注目される。この忍ぶ川岡古墳は、古墳時代前期中頃の3世紀末マイナス4。 正規諸島頃の築造と推定される。丘陵先端部に築造されかつては岩場に河地湖を望んだ点、中国系製品である小ザネ川と地かとの湿度の点から、当地の有力市長が河地湖を介した流通を掌握して、大和王権と強い結びつきを持ったと想定され、当時の政治的情勢を考察する点で重要視される古墳である。なお、 本古墳の周辺では西約1キロメートルの笹原群上里遺跡など数箇所で古墳時代前期の集落遺跡が認められており、それらは本古墳の被葬者を支えた集落であったと推測される。また、根屋川市の工事遺跡では前方後方形集公墓が見つかっており、忍ぶが丘古墳の仙台、または先々大市長墓と推定される。古墳域は1972年に、 大阪府指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り調査の想定値。近年の調査によれば、墳形は前方部がバチ型に開く可能性が指摘される。復元石室を癒し大部の埋葬施設としては、公園部墳町中央において縦穴式石室が構築されている。石室は北半分が洞窟により破壊されているが、全体としては、 長さ約6メートル、幅約1メートル、高さ約1メートルを測る。石材は兵庫県稲川産の安山岩質遺体子で、内面には石色岩料を塗る。側壁を持ち送り上部を狭くし、上に天井石をかける。石室床面には粘土を敷き、その上に先竹形木管が据えられたと見られる。また、石室の規定部では排水施設が認められている。 石室内に据えられたと見られる先竹形木管は現存しないが粘土干渉の断面有字状の窪みから長さ約5.7メートル、幅約0.75メートルの長大なものと推定される。北側がやや高く傾斜することから北遠いと見られる。発掘調査ではこの棺の内外から多数の副葬品が検出されている。この縦穴式石室は 発掘調査後に復元され、現在は大井屋内で保存されている。1935年の発掘調査で、石室内から出土した副葬品は次の通り。以上のほか洞窟を受けた石室北側には、同郷数枚程度や玉類があったと推測される。また副葬品のうちでは、鉄小金の出土が注目される。これは、 中国製の小金川とじかぶとの破片とみられるが、同様の小金川とじかぶとは、全国で十数例が知られるのみであり、三角円新獣鏡の大量出土で知られる、椿大塚山古墳、黒塚古墳など限られた有力古墳で認められる遺物になる。ありがとうございます。